日本縦断電気街クイズ名古屋大須編。皆さんこんにちは、司会のアルミです。みんな電気街に行きたいか。問題です。電気街のある大須の名前の由来となったお寺の名前は大須観音ですが、電気街にある味噌カツの有名店はどこでしょうか。ヤバトン。正解。大須の本店のあるあたりは昔ヤバ町と言われていたそうです。では次の問題です。夏に開催される大須が発祥の日本と世界各国のコスプレイヤーとの交流をテーマとしたイベントは世界コスプレサミットですが、大須に本店のある名古屋のスイーツウイローの有名店はどこでしょう。大須ウイロー。正解。次は地元の名産品の問題です。硬いことで有名な大須の名物のパンは片パンですが、昔馬車を引いて関西で手広くパンを売り歩いていたお店の名前はロバのパン屋さん。正解。大須も電気街も関係ないじゃないか。司会者にせからったので減点100。次は少しマニアックな問題です。赤と緑の看板でおなじみのアメ横ビルは第1ビルから第3ビルまでありますが、インドやアフリカにいる鼻の長い動物はゾウさん。大正解。最後の問題です。大須にあるからくり人形で有名なお寺は万松寺ですが、このからくり人形のモデルとなっている歴史上の人物は誰でしょうか。松平健。織田信長です。問題は以上です。最下位のお父さんは罰ゲームとしてこれから一生語尾にござるをつけて喋ってください。わかりました。わかりましたでござると言わなきゃダメでしょ。本当に使えない人ね。大須は歴史のある町です。みんなは何問正解できたかな。